視聴者の皆様こんにちは。高配当レース狙い専門旧世術式競馬予想チャンネルモグハンターです。今回は11月6日土曜日阪神10レースの秋ステークスの予想をしていきたいと思います。よろしくお願いします。では目次です。最初に11月6日土曜日の暦の解説をしていきます。それから阪神10レースの秋ステークスの予想をしていきます。なお今回も最後につぶやきコーナーがありますので、よろしければ聞いていってください。お願いします。3匹木星の基本的な勝因には若い木や枝、新芽などがあり、若さ、スタート、スピード、爆発などを表し、色では青春というように青を指すので、この日は若い騎手や厩舎、そしてバレーでも若い馬が活躍しやすい日ですね。こういった若い樹木の勝因のほか、3匹の碧っていうのは深い青色なので、青空、紺碧の空と言いますよね。青い海なども表しますので、スカイやオーシャン、マリーンなどの馬名馬はサイン馬になりやすくて注意ですね。3匹には音楽っていう勝因もあって、メロディー、クレッシェンドなどの音楽用語やホルン、フルートなどの楽器名などが馬名に入っていたら、たとえその馬が来なくても隣の枠が来たりというサイン馬には良くなりますね。3匹木星の重要な勝因ですが、激しさ、地震、火事、噴火、大爆発、雷などという勝因があって、若いエネルギーを爆発させるっていう意味で超高配当の馬券が出たりしますね。またそれと関連してびっくりする驚愕っていう勝因もあって、先ほどの超高配当馬券だけではなく、超低配当馬券とか超一番人気の馬が消えてしまったりとか、超人気薄の馬が馬券に絡んできたりなどということが起こりやすくて、3匹の冬はびっくりさせられることが多くて、次に何が起こるのか予測できず、波乱度予測するのが難しい日なんですね。嘘とか虚言という勝因もあって、先ほどの超一番人気のような強気のコメントばっかりだった馬があっけなく消えてしまったり、陣営は弱気のコメントだったはずなのに馬券に絡んだりというようなことが起こりやすい日ですね。始まりとか新しい新規のという勝因があって、新設レースが作られたりなど、何か新しいことがスタートする日で、ニューとかそういう言葉もサインになりますね。早熟、シリスボミ、チグハグ、天の着っていう勝因もあるので、この日は馬券の成績もチグハグになりがちで、最初のレースで儲けてもだんだんとシリスボミになりやすい日なので、購入するレースは少なめにして、目減りし始めたらそこで切り上げることが肝要ですね。とそうは言ってもなかなかこれは難しいですよね。次に6曜の大安の解説です。大安の日は全体的に配当が安くなりがちな傾向の日ですが、旧姓との組み合わせによってはだいぶ波乱度が変化します。6泊や8泊との組み合わせの日ですと超高配当馬券が出たりしますね。ですが大安の日は高配当連発っていうのはあまり期待できない日と言えそうですね。宮とか吉、安の字の入っている騎手や調教師、
馬主に注意ですね。安、安、宮の入っている馬名馬にも注意ですね。その馬自体が馬券に絡まなくても、その隣の枠や隣の馬番が来るというサインになったりしますね。大安吉日というように、寿や松、亀、福、エビなどのおめでたい字の入った騎手、厩舎、馬主などがよくサインになります。色では赤、白、ピンクなどが大安の日にふさわしい色なので、これらの色の枠にも注意ですね。それでは阪神10レース秋ステークスの予想をしていきます。まずこのレースの波乱度予測からですね。前回予想した十日町特別は副賞圏内馬2頭が1着2着で、連帯候補馬1頭が3着に入って3連複3万1950円を取ることができました。ありがとうございました。安すぎる天皇賞には目もくれず、買う人も少なそうな新潟競馬を選んだ甲斐がありました。前回のつぶやきコーナーで、皇室関連でおめでたい色が出やすいだろうと解説した通り、ピンク枠が1着3着2着は白枠でしたね。以前に若手の有望株として紹介した菅原明騎手が前日の土曜日に6勝してびっくりしましたね。今年は鮫島和真騎手もトップレベルの騎手に成長し、段の騎手や泉谷騎手なども活躍して、若手騎手の今後の成長ぶりに注目ですね。次週のエリザベス女王杯までの狭間の週で、先週阪神6レースで430万馬券という秋の G1 シリーズ後半戦へ向けての大祝砲が打ち上げられてしまったので、連続2開催目のこの阪神開催はおそらくあんまり後輩とは期待できないだろうと、そういう感じもありますけれども、数十万円ぐらいまでのレースであれば、まあ、いくつか JRA もサービスしてくれるんじゃないかなと思うので、開催初日の本日がまあ狙い目かなと思い、3匹木星の日はあまり私は得意ではないんですけれども、もうビクビクしていてもしょうがないので、高配当を狙って頑張っていきたいと思います。連帯候補馬の選定です。このレースは昨年までは定量戦で一番人気が連勝している、名前の通り安い傾向のレースでしたけれども、今年はハンデ戦に変更で傾向が変わってくると思われますね。断然一番人気かなと思われるサウスビグラス産駒美鈴グランド王は先行馬なので、芝スタートではない大外枠に入ったのは有利とは言えませんね。強豪揃いの関西馬3勝クラスの中で逃げることができるかどうか、先行の名手松山騎手の手腕がポイントになりそうですね。この日の暦は3匹木星大安で、まあ、大爆発のレースかびっくりするような低配当のレースか、まあ、どちらに転ぶかわからない日なので、まあ、予想が難しいんですけれども、3匹木星の勝因である若さとスピード、色では青が予想のポイントになると思われますね。このレースは短距離戦なので牝馬が8頭もいて、レース傾向も牝馬がよく連帯するレースですので重視したいと思います。暦の解説で解説した通り、3匹の筋の3枠6枠とその馬番ですね、青の4枠にも注意です。両馬場確実で、まあ、土曜日のレース予想なので、当日の馬場傾向が分かりませんが、先行馬と差し馬で早い上がりの使える馬を狙っていきたいと思います。以上の基準をできるだけ多く満たしているまで熟考して、以下の2頭を連熟候補馬として選びました。連熟候補馬1は15番のミスズグランド、まあ、先ほど述べた通り先行馬の大外枠は心配ですけれども、3勝クラスに上がって連続2着と現在間違いなく好調であり、3匹の日の勝因である若さの3歳馬、こちらを片方の軸にしたいと思います。連熟候補馬には2番のゴッドバンブルビーですね。短距離戦なので牝馬が8と思いますけれども、このレースは逃げ先行馬が多くて、
ハイペースになった時には早い上がりのある差し馬に出番があるはずだと思うんですね。ここ2戦で上がり1位と2位を記録しているこの馬が有利だと思います。連軸馬から流す馬の選定ですが、以下の10頭を選びました。1番のフォレブルート、3番のゼンノアンジュ、4番のラホーヤの奇跡、5番のゴールドラグーン、7番のテルモドーサ、10番のワイドカント、11番のモズレジーナ、13番のスカーレットスカイ、16番の名将ラビエ、以上のプラスもう1頭の軸馬で以上の10頭ですね。このレースの買い目ですが、今回は3連複軸1頭流し2ラインの馬券です。先ほどの連軸候補馬から10頭に流すので、3連複軸1頭流し10点で4500円、2頭の軸馬からそれぞれ流すので4500円×2の9000円になりますね。多すぎると思われる方はどちらか片方にするか、何頭か削るか、三連複ではなく連軸候補馬から馬連馬単等の馬券にすれば投資額が減らせます。次につぶやきコーナーです。先週のつぶやきコーナーで皇室関係のお祝い事があって、おめでた色の赤白ピンク枠と皇室関連の黄色菊の色の黄色ですね、この5枠が出やすいと思いますが、オリックスの優勝でチームカラーと思われる黒っていうのはお祝い事にはそぐわないので判断に困ってしまって、というふうに解説しました。とりあえず天皇賞は皇室関連なのでその色を優先したいと話しましたけれども、1、2着が赤白枠、3着が黄色の5枠でした。裏の阪神のメインレースカシオペアステークスでは黒枠のバンケドミンゴが2着に入ったので、オリックスは阪急と近鉄が合体した関西の球団ですので、やはり阪神の方で出たのかなという印象でした。ただセリーグ優勝のヤクルトのカラーの青の枠は東京の秋麗ステークス1着など特別戦でいくつか出ましたけれども、あんまり目立ちませんでしたね。やはりパリーグの覇者の方が強いからでしょうかね。日本シリーズではパリーグの圧倒的勝利が続いてますからね。今年の日本シリーズも楽しみです。日曜日の阪神競馬では6レースに430万馬券が出たので、この開催のマイルチャンピオンシップやエリザベス女王杯なども人気サイドの馬券になりそうですね。後輩とレース狙い専門の当サイトとしては対象外というレースになりそうですけれども、前日にどこかで後輩との祝砲レース出ないかなとじっくり見極めていきたいですね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。